立憲民主党福山哲道にブーメラン、連邦の政府批判で、立憲民主党の連邦さんが18日にツイッターにて、国家において田中文科副大臣が顎マスクだった動向と批判してしまいました。こちら、この投稿内容かなり問題がございますので、本日の別の動画で詳しく説明いたしますが、この顎マスク動向に関しては、例えば立憲民主党の福山さん、街頭演説などにおいて、 繰り返していることが確認されてしまっており、まあ、それも自分が演説をするときだけ、発言をするときだけ外しており、それ以外は着用されておられますので、まあ、この着脱のタイミングがよくわかりませんが、また、屋外だけではなく、屋内においてもこのようにマスクを、顎マスクで外してしまっていることが確認されてしまっております。蓮舫さん、こういった アゴマスクが問題だというのであれば、福山さんなどにも対応を要求していただくようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。